はい、どうもヨコです。というわけでね、まあ前回前々回前々前回とですね、英語のレベル別でどういう風に英語を勉強してったらいいよっていう話をさせてもらってたんですけど、まあ早く上級者に行きましょうよっていう話だったんですよね。早くリスニングとリーディングが問題ないレベルに行って、もうあとは自分の知らない語彙を増やしていくだけの段階に早く行きましょうね。そのために英語のものにたくさん触れまくってリスニングとリーディングにどんどん慣れていきましょうっていう話でした。で、前回の動画の最後でね、じゃあうちは実際何時間ぐらい海外ドラマ見たのかと。実際にね、今日はね、ちょっとね、数えてみました。何時間見たのかっていうのをね。っていうのも、海外のサイトなんですけど、bingeclock.com っていうサイトがあって、ここで映画なり、ドラマのシリーズなり、まあ、全部見ると、だいたい何時間、何日かかりますよっていうのを出してくれるサイトがあるんですよ。そこに行ってね、うちが覚えてる限りの見たことあるやつのタイトルを入れて、一作品一作品、何時間、はたまた何日、かかるのかっていうのをね、ちょっとね、調べてみました。ほんまはね、海外に何年も住んだりとかして、周りが英語ばっかりっていう環境に身を置いて、そこで自然と培っていくっていうのが、まあ一番自然で楽な方法ではあるんですけれども、なかなかね、日本に生まれ育って、仕事も日本でしてますってなると、なかなか難しいじゃないですか。じゃあまあ、ネットフリックスとかで見れる海外ドラマやったりとか、そういうもので実際に何時間ぐらい見たら、お、聞き取れるようになってきたなっていう段階になるのかっていう話ですね。じゃあまあね、まあ1日24時間ですけど、まあたとえネイティブであっても24時間ずーっと英語に触れ続けてるかって言ったらそうじゃないと思うんですよね。まあ人によるでしょうけど、8時間ぐらい寝るとしてってなったら、まあ、最高でも1日16時間が限度かなっていう風な計算をさせてもらって、実際に何日間、まあ、何ヶ月何年間ぐらいの英語に触れ続けるとうちのレベルになるのかっていうのを紹介したいなと思います。まあ今日紹介していく海外ドラマなんですけど、まあ、作品によっては何週も何週もしてたりとか、途中で飽きてしまったりとか、グロすぎてきつくて最後まで見れへんかったりとかして、結構そのまあ偏りがあるのでね、全部見切ってないやつもとりあえず全部見たっていう風なカウントで、で何回も見てる作品は1周しかしてないっていう計算で、一体どのぐらい見てるのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。でまずね、セックス&ザ・シティまあこれはもうおなじみですけれども、これは1日と23時間。次、デスパレートな妻たち。これもなかなかね、見ててイラッとするやつなんですけど見てました皆さん。これで7日と12時間で、次ね、うちね、法律系のドラマが大好きなんですけど、スーツ、これが5日と14時間。で、次また法律の話なんですけど。The Good Wife。スーツもこの Good Wife もなぜか日本版のドラマやってて、まあ、出来が非常に残念なんですけれども、もしね、スーツと Good Wife、日本のドラマ見てる人いたら、もうぜひぜひ本家の方を見てほしい。もう絶対そっちの方がいいから。で、この Good Wife の方が4日と15時間。はい。ちょっと古くなります。バーンノーティス。うちが2年前に出した動画のどうやって英語を勉強したかっていうところでも、冒頭のね、語りの部分を声に出して真似して練習してたよって言って紹介した作品なんですけど、そのスパイハックみたいなのをね、すごい明るい口調でね、こういう時はこういう風にしたらいいよみたいな。結束バンド最高みたいな。なんか割と明るいトーンでね、全然グロくもないし、すごく楽しんで見れるやつでした。これが4日と5時間。で、またすいません、法律系なんですけど、ボストンリーガルっていう、ジェームズ・スペーダーっていう俳優さんがすごい良くて、この俳優さん、ブラックリストっていう、これもなんか刑事系のドラマの主人公として見てる人がもしかしたら最近多いかもしれないですけどね、その人が出てたボストンリーガルっていうのもね、面白いです。だいぶふざけまくってる弁護士事務所の弁護士さんの話なんですけど、これが4日と5時間。次。Lie to me. Lie to me. これ見てた人多いんちゃうかな。嘘発見の人ですね。なんかちょっとした、もう本当に0コンマ何秒ぐらいしか現れないような微細な表情の動きを読み取って、相手が嘘をついてるかどうかっていうのを判断するっていう研究をしてる人が FBI とか警察の事件解決に協力するみたいな話なんですけど、これがちょうど2日分ですね。うちね、もう刑事ドラマ大好きなんですよ。刑事系ドラマいっぱい出てくるんですけどね。Person of Interest。アメリカ全土を網羅するような監視ソフトを作った人が、まあ、元はそのテロとか大きな犯罪を未然に防ぐためにできたスーパーコンピューターなんですけど、そのコンピューターで日々大量にデータが消去されていくわけですよ。そこまでその国への脅威とされないような小さい犯罪。それでもまあ被害を被ったりとか、なんか命の危険にさらされたりとかする人たちを見過ごせないっていう人が、
が凄腕の元軍人を雇ってですね、これから起こる犯罪に巻き込まれる人を救っていくっていう話。これなんか途中で飽きたんか、シーズンの更新を待つ前にうちが飽きたのか忘れたんですけど、これはまだ全部見てないんですけど、4日と7時間ありますね。次、Numbers。その前回の初心者向けの動画でもちらっと名前だけ出したんですけどね、まあ面白いんですよ。まあ言うてること難しいですけどね、これはもう最後まで見たやつですね。あ、意外と短い。これで2日と2時間。次ね、Breaking Bad。 これはステージ4とか3ぐらいのがん宣告された高校の化学の先生の主人公がなんかやけになってクリスタルメスを作り始めるって売り始める。で、化学の先生でその結晶を作ったりとかするのなんかプロなんで、いいものこしらえて麻薬カルテル界を脅かすみたいな話これはめちゃめちゃ面白いんですけど、もうなんか描写がもう いちいちグロくて、めっちゃリアルでグロくてちょっとしんどくて最後まで見てないんですけど、これで2日と14時間ですね。次、 The Mentalist。 メンタリストといえば、まあ日本で言うと皆さん大吾さんみたいなイメージかもしれないですけど、うちもこのドラマ大好きで、もうセックス&ザ・シティとか同じぐらい、もう 何週も見たやつです、これ。主人公のジェーンはなんか心霊現象とかサイキック的なことは全く信じないんですけど、言葉の端々からやったりとか、身だしなみやったりとか、そのつけてる香水の匂いから、あ、これはこういう人、こういう人、こういう人っていうのをね、紡ぎ出してって、まあ、基本的に警察の捜査に協力してるパターンなんですけど、何でも何かしら特殊な能力を持ってる人が警察の捜査に関わる系うち好きなんですけど俺も例外なくそういうやつ。このね、メンタリストは出てくるキャラクターがみんな可愛いんですよね、一人一人。うまいことチームワークが成り立っててみたいなやつ好きなんですよ。で、このメンタリストで6日と7時間。はい、次、ホームランド。主人公の女性が、まあ、CIA の捜査官なんですけど、双極性障害やったかな、なんかそう状態になったりうつ状態になったりが激しいような人なんですけど、まあ、その人が、まあ、CIA 捜査官としていろんなのに巻き込まれていくやつ。俺もね、面白いんですよ。でもね、途中までしか見てないな、これも最後まで見てないんですけど、これで3日と22時間。で、次ね、これはネットフリックスオリジナルの去年一昨年ぐらいかな見たの。まだワンシーズン目しか出てないんですけどね、合計10時間しかないんですけどね。ある日なんか修学旅行みたいなのに出かけた高校生たちがバスに乗って、まあ、その旅行先までみんなで向かってるんですけど、途中でなんかトラブル起きたとか言うて、引き返しますとか言って戻ってくるんですよ、自分たちの町に。で、戻ってきたらその町から大人たちが一切合切消えてると、もう自分たちだけみたいな、完全にその自分たちの町が他の外界から隔絶されてる状態に陥った、異世界系のやつなんですけど、これね、次のシーズン更新されても見るかな。なんか登場人物誰も魅力的に感じず胸クソで終わるっていう。最後は、まあ、クリフハンガー的な感じで次のシーズンが気になるような感じには一応終わってるんですけど、まあ、出たらちょっとは見るかな、どうやろうなって感じです。はい、次、Covert Affairs。 これも CIA の話なんですけど、ホームランドとかに比べると、ホームランドはもうちょっとなんか重苦しい、なんか大人な感じなんですけど、これはもうなんかコヨーテアグリーの主役の、名前忘れた、まあ可愛い金髪の女の子なんですけど、その子がまあ6カ国語ペラペラなんですよね。6カ国語ペラペラで、まあ、CIA 捜査官晴れて就職決まりました、頑張るみたいな感じのやつこれも全部は見てないけど、合計3日と3時間ですね。次、ニキータ。リュック・ベッソンのニキータっていう、あのスピンオフとしてレオンが出たんかな、そのレオンが出る前の作品ニキータっていうののアメリカ版ドラマみたいなやつで、ニキータはある日友達と一緒に強盗をして、でそれで警察に捕まるんですけど、表向きは死刑執行されたって言ってこの世から消えるんですけど、実は生かされてて、地下の暗躍組織のディビジョンっていうところに配属されて、完全無敵のスパイとして叩き上げられるっていう話なんですけど、その映画の方はそれの映画の続編みたいな感じで、ニキータを一流のスパイに叩き上げたディビジョンにニキータが戦いを挑むっていう話なんですけど、まああの脚本はクソです出てくる女がみんな美しいのと、なんやろ、服装とかもがおしゃれで、まあどっちかっていうとなんか女子向けなのかなっていう。うちはその主人公のマギー Q が大好きなんで、初級中級の間ぐらいの時期に見てたかなって感じですね。これで3日と1時間ですね。はい、
もう一個あの内容がくだらないシリーズ、エロー。大富豪の息子でどうしようもないもうクズのチランポランやったオリバーっていう男がある日、しかもあろうことか自分の彼女の妹を連れてってなんかクルージングとかしてる時に嵐見舞われて、漂着した先の島でめっちゃサバイバルして数年後また都会に戻ってくるんですけど、その時にお父さんに何かを託されるんですよね。この街は腐ってると、世直ししてくれみたいな。で漂着した先の島で、まあ、得た格闘術とかを駆使してですね世直しをしていくっていうやつなんですけど、まあ、主人公がイケメンで出てくる人と出てくる人なんか綺麗な人多くてみたいなところが見どころのドラマです。はい、脚本はクソです。これもちろんね最後まで見てない、多分シーズン2、3見たかな、わからんどうやろうぐらいなんですけど、これで6日と23時間結構長いんですねこれ、うん。はい、次またクソなシリーズ、リバーデイル。これはあのリバーデイルっていう街で高校生たちの青春物語です。はい、もう脚本がほんまにもうね、どうしましょう。とりあえずなんか全くストーリーに関係ないミュージカルシーンが、まあ、たくさん挿入されていて、あとはまあ若い男の子たちの綺麗な腹筋を拝むだけのショーですね。はい、これ今シーズン5まで出てんのかな、これでちょうど3日ぐらいですね。はい、次これもね、ネットフリックスオリジナルの作品なんですけど、You っていうストーカー男の話なんですけど、これは面白いです。これは面白いです。うちめっちゃ楽しく見させてもらいましたけど、これ今シーズン2が終わったところかな。一応このビンジクロックでは合計20時間ってなってるんですけど、2シーズン目も入れての数なんかちょっと不明ですね。ただね、これあのシーズン1から割とグロかったんですけど、シーズン2もまあ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 グロくてですね、うちはしんどかったんですけど、まあでも面白いです。主人公が自分が働いている書店で見かけた子に恋をして、その子をまあネットストーキングしたりとかして、どんどんその子のことを知っていくんですけど、その子の周りの仲良くしてる友達だったりとか付き合ってる男たちとかっていうのを陰、まあ、でどんどん知っていってですね、その女の子本人とはまあ偶然を装ってまた再会したりとかして、でどんどん近づいていって、その子が付き合ってるんか遊ばれてるんかようわからん男やったりとか、関係的によろしくない女友達とかをですねどんどん排除していってまあ身勝手にどんどん突き進んでいく男の話なんですけど、まあ面白いです。はい、ぜひ見てみてください。次ね、 Criminal Minds。 これは BAU って言って実在するかなんでしょうか、 FBI のね行動分析班っていうプロファイリングをする部署の人たちの、まあ、事件ファイルなんですけれど、シーズン何あるんっていう感じ。ただねこれ結構ね扱う事件がしんどいの多くてですね、まあカニバリズムよう出てくるし、子供はよく殺されるしレイプされるしみたいな感じで、結構しっちゃかめっちゃかな内容でしてですね、で大体こういうドラマとかって食事中に見るんですけど、まあ食事中には絶対見ない方がいい系のやつです。しんどい。これはねシーズン7ぐらいまで見たんですけど、そっからしんどくてちょっともう諦めたやつです。これで13日14時間あります。長っ。はい、次ね、The Big Bang Theory。 これは、まあ、セックオムなんですけど、オタク2人が、まあ、ルームシェアしてる向かいに金髪美女が引っ越してくるんですよね。でその金髪美女をなんとか落とそうと、その向かいのオタクたちがまあいろいろ頑張るみたいな話なんですけど、まあアホです。めっちゃアホです。まあうち普通に楽しかったですけどね、これ。なんかでもね、ネイティブの人に聞いたら、ビッグバン・ティオリーは見てるって言うと恥ずかしい部類に入るらしいですね。ラフトレインって言って、この笑い声が入ってるやつっていうのがなんか、これ実際笑い声ない状態で聞いてみるとなんかあんまりおもろないっていう話。まあでも普通に楽しかったんですけどね。うん。もうシーズン最後、手前のシーズンまでうちは見ましたね。ネットフリックスで公開されてるところも全部見ましたね。これで5日と 19.5 時間。次、How to get away with murder。 はい、これもまあ法律の話です。基本的に弁護士かつ大学でも教鞭を取ってるアナリースっていう大学教授がいるんですけどね、まあ凄腕の弁護士ですよ。その凄腕の弁護士の生徒たち、まあその生徒の中で優秀な子たちっていうのは、まあ実際にアナリースのインターンみたいな感じで現場を見に行ったりとかして、裁判の手伝いしたりとかさせてもらえるっていう特別なグループみたいなに入れるんですけど、そのグループに入った子たちがですね、殺人を犯してしまい、それをどう切り抜けていくのかっていう話なんですけど、もうなんかこれも若干なんかティーン向けな匂いがするんですよね。なんかやたらと体バッキバキのかっこいい黒人の俳優さん出てくるし、好きあらばみんないろんなところでなんかちょめちょめ始めて、キスする？キスする？あ、キスするんやみたいな、ここ付き合ってんのにそこでもやっちゃうのみたいな、なんかねしっちゃかめっちゃかな感じなんですよ。まあおもろいんですけどね。
これで3日と14時間でですね。はい、次 House of Cards。 うち政治系のやつとか、まあ、基本敬遠するんですけど、これはほんまに見てよかったですね。めちゃめちゃ面白い。刑務所にぶち込まれる前のケビン・スペイシーが開演してるやつなんですけれども、いやこれはおもろかったですね。だいぶ重苦しくて見たら人が嫌になりますそう、どんどん擦れていきますでもこれで3日と1時間ですね。はい、その最終シーズンがどうしてもそのケビン・スペイシーが捕まっちゃった後に撮り直したものなので、どうしてもなんかまあ終わるべくして終わったなっていう感じの最後でしたね。でまあ政治系もう一個 Designated Survivor、 24の主演の名前知らないんですけど方がまた主演でやってるやつですね。 Designated Survivor っていうのはもう国のトップとかその次の人とかみんな死んでもうた時のための代役、まあ絶対そんなことは起こらんやろうけど、まあ一応立てとこうか、何かあった時のためにっていうのに任命された人、政治の出世コースから全然外れてる主人公が、まあそれに任命されてたんやけど、なんでか知らんけど、国会の最中に、まあ国会議、ホワイトハウス、だから国会議事堂が吹き飛んで、まあ全員死ぬんですよ。全員死んじゃって、ほんまに大統領にならなあかんくなったっていう話。っていう話。そっからなんか誰がその爆発の首謀者なんやとかいろいろ陰謀を暴いていく話なんですけど、最初はねその設定がおもろくて、まあ陰謀を解き明かすまでの間はやっぱおもろくて見てたんですけど、途中からちょっと失速気味になって見るのやめちゃったんですけどね。これで2日と5時間ですね。はい、次うちこれ大好きなんですよ、オーファンブラック。これもね、あの日本でねリメイクされてるやつなんですよ。なんでするんですかね元のやつ見たらいいのに。まあクローンの話です。クローンの話、まあその主人公はねお金がなくって娘とも離れて暮らしてて、自分の男からくすねた薬を売って生活に当てるような、まあちょっと底辺の女なんですけど、まあその自分のね顔そっくりな人が目の前で自殺して、でその人の持ち物とかパクると、まあいい家住んでるしお金もめっちゃあるしめっちゃいいやんつって、が生活やり直して娘を迎えに行くねんって言ってたら、まあどんどん、まあ、大変なことになっていくっていう。でこの主役のねタチアナ・マスラニーっていう人の演技がものすごくいいんですよ。ものすごくいいんで、これはほんまにもうそのためだけにでも見てほしいくらい。これで2日と2時間ですね。次これね最近見たやつなんですけど、ルシファー。まあルシファーってまあうち神話とかちょっと詳しくないんでよくわからないんですけど、まあその神様に反逆しようとしたルシファーが、まあ、神の怒りを買って地獄に落とされた、そういう経緯のある天使。もともと天使やけども、あの神に反旗を翻したことによってその地獄の監守にさせられたっていう話があるんですかね。そのルシファーが、まあ、ちょっと地獄の監守飽きたので LA にバカンスしに来たよっていう話なんですね。で人間界でのルシファーの姿っていうのはまあ美しくてですね、まあ、男女共に引きつけるような魅力的な姿で、まあ、その LA にいるルシファーは LA で大人気のクラブのオーナーをやってて、自身はそのクラブの上のペントハウスみたいな豪華なところで住んでるんですけど、毎日その自分のクラブでシュチ肉輪のパーティーをやってるような人なんですよね。そんなルシファーがある日自分の知り合いの、まあ、有名な歌手が目の前で殺されましてですね、車がバーって走ってきて、その女性と一緒にいるところでブワーって撃たれて、その女性は即死なんですけども、まあ、ルシファーは生きてると、不死身なのでね生きてるっていうことで、まあ、事情聴取を受けるんですけど、その事情聴取をしてくる女刑事の人に捜査協力をしていく、まあ捜査協力していく系好きなんですけど、まあ、ルシファーはそう What do you desire? あなたが欲するものは何、あなたが求めているものは何って、まあ、その人の欲望を引き出す力を持ってるんですね。ルシファーがそうやって聞くと、聞かれた人は意図せずに自分が望んでるものとかっていうのをこう口に出してしまうっていう能力があって、それを使いながら捜査に協力していくみたいな話なんですけど、そうこれねぜひね日本語字幕でもない、もう英語音声英語字幕でそのままぜひ聞いてほしいんですよね。っていうのもそのなかなかねルシファーのセリフ回しが面白いんですよ。まあ、基本的にそのルシファー自身はお父さんに天国を追放されたから、まあお父さんと仲が悪いんですよね神様と仲が悪いから、普段日常会話ではまあ簡単詞としてしか使ってないようなことも全部お父さんの名前入ってたりとかするんで、まあ、ルシファーはカチンときたりとか、なんかとりあえずねもうこれはぜひねあの英語字幕のまんまぜひ見てほしいんですけどね。このルシファーで2時間19分ですね。はい、シーズン6、シーズン5、6を今うち途中まで見てるところです今のところ。はい、次
シャーロック、イギリスのやつですね。ベネディクト・カンバーバッチが主演やってるやつですね。これも何回か見ようとして毎回寝落ちして最後まで見れてないんですけどこれで 19.5 時間ですね。はい、次、もうこれは忘れてはいけない RuPaul's Drag Race。 はい、アメリカのドラッグクイーンの一番を決めるなんかリアリティ番組ですね。毎週何かしらチャレンジがあって、最初十何人とかいたドラッグクイーンがどんどん落とされていって、その年の一番のドラッグクイーンを決めるっていうやつですね。これがドラッグレースの方が4日と21時間で、オールスターって言って過去のシーズン出演してきた人気のあるドラッグクイーンたちの また別のなんかレースみたいなやつですね。これで33時間ですね。はい、次、ブルックリン99。私これ大好きなんですけど、ニューヨークのブルックリンのなんか99分所っていうところで、まあ、とりあえずみんなアホなんつったらいいんでしょう、面白いんです面白いんです、伝えられへんな、なんつったらいいんだろうな。まあコメディなんですけど、ビッグバンセオリーみたいななんかラフトレインは入ってなくて、そうふざけ方が本気なんかね。毎年毎年ハロウィン気合入ってたりとか、初日に就任してくるちょっと一見堅物そうな所長がいるんですけど、まあ、この所長もねいい味出してるんですよね。この所長にどうしても昇進したいエイビーっていう女の刑事は、その所長の誕生日に毎年毎年プレゼントを贈ろうとするんですよ。まあ、所長は毎年毎年いらんからなって言って断るんですけど、でもエイミーは どうにかして渡したいから、あれこれ画策してどうにかしてプレゼント渡すみたいな、なんかしょうもないしょうもない、なんかいろいろね毎回毎回やってるやつなんですけど、まあこれもね登場人物がみんな可愛らしくてね、嫌いなやつ全然おらんっていう感じ。そう、あ、まあエイミー嫌いやけど、どっちかっていうと一人一人がなんか可愛らしくてね、うち大好きなドラマです。これで2日と 23.5 時間ですね。次、 Stranger Things。 これも Netflix オリジナルのシリーズで、まあ、かなり大人気のシリーズですね。まあ、1980年代ぐらいのアメリカのどっかの田舎町が舞台なんですけど、地元のオタクな小学生たちと、まあ、地元のもっさい高校生たちが不思議な現象に巻き込まれていくんですけど、なんか異世界との裂け目みたいなのをね人類が作ってしまって、そこからなんか変な異生物みたいなのがこっちの世界に迷い込んできてしまうんですよね。で、その裂け目を作ってしまった研究所から脱出した超能力少女のイレブンっていうのがいて、で、この子が裂け目を閉じる鍵になってるみたいな感じで、まあ、そのイレブンの子役の子がね、まあ、凄まじいわけですよ。ミリー・ボビー・ブラウンっていうんですけどね、もうこの子が凄まじいわけなんですよ。このドラマ確かシーズン3までも出てるんかな。もうね、ぐっちゃぐちゃグロい。あのね、SF ホラーみたいな感じで、うちはなんであれを見てしまったんやろかって感じなんですけど、まあグロいんですけど面白いんですよ。めっちゃ面白いんですよね。なんで、もう気持ち悪いシーンとか、わーって思いながら見てます。これで20.83 時間。次、ハサン・ミハージス・パトリオ・アクツっていう、ネットフリックスオリジナルですかね。あの、ハサン・ミハジっていう、スタンダップコメディとかをやってた人なんですけど、その人がやってる番組で、なんかその社会の問題とかをこう、痛快な笑いで察していくやつなんですけどね。なんか合計時間が 8.66 時間になってるけど、もっともっとシーズンあったはずなんで、これもちょっと数おかしいのかなって感じですね。これもまあうち全部見たわけじゃないんで、まあでも 8.66 時間見たんちゃうかなと思いますね。次、Daredevil。 うちマーベル作品ってそんなに好きじゃないんですけどね正直マーベル作品全然グッとこない。このデアデビルとかもなんか暴力描写がちょっときつすぎて、2シーズン3シーズンまで見たかな、見たんですけどね、うちそんな好きじゃないんですよね。ただ主人公のねチャーリー・コックスっていう人がね、もともとイギリス人の俳優なんですけど、なんでやろね、もともとイギリスの訛りの人がアメリカ英語で話してる時の声めっちゃグッとくるんですよ。この人の声やばいですよ。この人のねアメリカ英語の時もめっちゃグッとくるんですよね。で、うちヒゲ好きじゃないですか。ヒゲ好きなんですよ。で、このデアデビルの、そのなんかコスチュームが、まあ、デアデビルがね、まあ、盲目のヒーローなんですよね。小さい頃の事故で視力を失ってしまうんですけど、どういう仕組みだか忘れましたけどね、とりあえずなんかもうサーモグラフィーみたいな感じでね、世界をまあ見えてるわけなんですよ。色を映したりとかしやんけど、でもどこに何があるかっていうのは完全に見えてる状態で、かなりの武闘派なんですよね。で、目が見えてないもんで、こう、目を隠してるような感じのコスチュームなんですけど、ヒゲがちょうど見えるんですよね。
尻毛がちょうど見えるの。もうそれがエロくてね、たまらん。コスチュームはもう最高。このデアデビルで1日と 10.5 時間。次。13 Reasons Why。 これはまあ少女の自殺を扱った話で、まあちょっと賛否両論ある作品なんですけど、まあ Netflix オリジナルの、まあ高校生のハンナが、まあある日自殺をしてしまいます。その同級生たちがまあ悲しみに暮れてたりとか、主人公とかもちょっと寡黙な少年なんで、もうどうしていいかわからんみたいな状態の時にカセットテープが届きますと。でそのカセットテープ聞いてみたら、生前のハンナの声で、まあこれを聞いてるってことは多分私はもう死んでると思うけどみたいな、今からなんで私が自殺したのか話しますみたいなのの、まあ、13本のテープが送られてくるわけです。っていうところからハンナがなんで自殺したのかっていうのがこう分かってくる。テープを軸に主人公の周りの登場人物のハンナとの関係とかっていうのが浮き彫りになっていくみたいな話で、まあシーズン1はね、テープ一本一本の中からあのハンナ視点でどういうストーリーがあったのかみたいなのが分かっていく感じなんですけど、シーズンを追うごとにね、そのフォーカスが周りの登場人物たちにちょっとずつ渡っていくんですよね。最初のシーズンやとね、結構周りみんなクソやなみたいな感じなんですけど、ハンナが実際に自殺してしまったことやったりとか、テープの存在が明るみに出たことによって、でまあ、ちょっとずつその登場人物の心情とかも変わっていったりとかして、ただのもう昭和のいじめっ子にしか見えへんかった子が、まあティーネイジャーですからね、実際にこう事実を突きつけられて初めてそのことの重大さが分かって、それでどんどんなん罪悪感に苛まれていったりとかっていう、その、まあ、人間模様がなかなか面白く描かれてるなと思って、うちは結構好きなんですけど、これで1時間23時間ですね。次、 The End of Fucking World。これも Netflix オリジナルのシリーズなんですけど、イギリスのドラマなんですけどね、これも高校生の話なんですけど、家庭環境がちょっと終わってる主人公の女の子、お母さんが再婚して、再婚した相手がクズで、お母さんは自分のことよりもその再婚相手との間にできた双子の赤ちゃんの方を可愛がっててみたいな、ちょっとまあやさぐれてる女の子がいて、まあその子の同級生でジェームズっていう男の子がいるんですけど、自称サイコパスなんですよね。今まで小動物とかを手にかけてきて、次は人を手にかけたいと思ってるみたいな男の子なんですけど、まあその二人が出会います、学校で。まあ家庭環境もそんなんやし、もう逃げたいと、もうジェームズと一緒に行こうぜみたいな感じで二人で逃避行を始めますみたいな。で逃避行を始めた先でまたいろんな事件に巻き込まれていってみたいな感じなんですけど、なんやろ、イギリスのあのドライな感じのダークな感じのユーモアがたまらなくてですね、うち大好きな作品です。これで5時間42分ですね。そう、1本あたりがね20分ぐらい、2シーズンまで出てて、これで完結してるんですけど、すごい見やすいやつだと思いますね。次、メッサイアって言って、今年の1月とかにネットフリックスで出たやつなんですけど、どこやったかな、レバノンやったかなそこでなんか自称救世主みたいな人が現れるんですよ。なんやろ、銃弾に倒れた子供にこう手を当てたらなんか治ったりとかして、ほんまになんか神の使いなんちゃうかみたいな、その人が出てくる話ちょっと待って伝わらない。なんかまあ CIA に目つけられて、なんかどうのこうのどうのこうの、アメリカにも渡ってきてどうのこうのみたいな、で数々の奇跡を生み出していって、結局本物なんどうなんみたいな、ようわからんやつこれはまだ1シーズン目しか出てないんですけど、これで 8.66 時間。次、 Heroes。 いや懐かしいですね。ある日怪奇日食になったのをきっかけに特殊能力に目覚めた人たちがなんかポンポン出てくるっていう話ですね。これもなかなか結構グロいですね。うちこの時まだ全然グロの体勢なかった時、ほんまにしんどかった覚えあるんですけど、でもこれね全部見ました。楽しかったですね。こことかディアデビルとかに出てくる適当な日本描写ねキャストが話してる日本語がなかなかわからんっていうそのヒーローズはまだ良かったけど、なんかマシオカっていう、まあ、日系の人ですよね。ちょっと訛りはあるけど、まあその相方の韓国系のアメリカ人よりはよっぽど日本語話せてるけど、デアデビルの方はマジで何言ってるかわからんっていうこれで3日と6時間ぐらい。次ね、これもなんやろ、どうでもいいアホ番組ですけど、 Keeping up with the Kardashians。 これね、うちも国内で Hulu とか契約してた時、フランスに出てからずっと Netflix なんで、それまでは国内は Hulu やったんですけどね、その時に途中までしか見てないはずなんですけど、これで5日と 9.5 時間。あのセレブのね、カーダシアン家のドタバタ騒ぎのやつです。リアリティショーね。次、 The Killing。
これはもともとなんかデンマークのドラマやったのが元みたいなんですけどね、それのアメリカのリメイク版ですね。スーサイスクワードに出てる人、スウェーデン人のイケメンの背高い俳優名前忘れた、その人が出てるやつなんですけど、まあなんか嫌ミスな感じ、こう終わった後ぐったりする失踪した高校生の女の子は生きてんのかどうなんか、その捜査をしていくうちに家族も知らなかったその女子高生の一面がどんどん見えてきて、で最終的にまあ犯人に行き着いて嫌な気持ちになるやつなんですけど、うち結構嫌な気持ちになるミステリーとか好きでねこれも楽しく見ました。結構チートが出てきます。これで1日と20時間。次ジェシカ・ジョーンズ、はい、さっきも言いました、うちマーベル系そんなに好きじゃないんですよね。あ、はい、すいません、もうねよく落ちるんですよ最近この絵。このジェシカっていう女の子がね、まあ怪力なんですよ。怪力で何でも投げ飛ばせる、どんな巨漢でもボッコボコにできるっていう女の子なんですけど、マーベルによくありがちな、まあ悪いやつを倒すっていう話その悪いやつはまあなんかちょっと立ち悪いやつで、人を自分の思うままに動かせるっていう能力の持ち主なんですけど、まあ最終的にそいつをぶっ潰すっていう話ですね。アクションは痛快かもしれないですね。これそんなに言うほどグロくもなかったし、これで1日と 9.5 時間ですね。はい、次ね The Client List、 ジェニファー・ラブ・ヒューイットでしたっけが出てるやつ、まあ、ジェニファー・ラブ・ヒューイットが綺麗っていうね、猫ちょっとうるさいね。でこれが1日と1時間、これ最近見たやつですね。 Next in Fashion っていう Netflix のシリーズで、なんかデザイナーたちがチャレンジごとにまあいろんな服をデザインして、毎週何人かずつに絞られてってみたいなやつですね。これおもろかったですね。これがまあシーズン1だけ出てるので合計8時間ですね。次 Queer Eye for Straight Guy、 あの今 Netflix でやってる Queer Eye の原型になったやつ、いっちゃん元祖のやつを Hulu で見てた時にゆうちゃん見てて、これが全シリーズが4日と4時間。次 White Color、 またあの FBI 系のやつ、そう White Color はまあ有名なやつですよね。天才詐欺師、美術品とかを盗んだりするニール・キャフリーっていう犯人の協力を得て、ホワイトカラー捜査班のおっちゃんが事件解決していくってやつ。もうこのニールがねかっこいいですし、で出てくる女性のね服もおしゃれで、うちすごい好きなんですよね。これが3日と9時間。で次 The Fall っていう、なんか X-File の主演女優の人が主演をやってるやつで、まあ基本的にもこれも刑事もので、視聴者には犯人が分かってるんですけど、そのステラ・ギブソンさんがその犯人に迫っていく様子をまあ両方見るみたいな感じで、これアイルランドのドラマなんですけど、マジで言ってることほんまに分からんくて、ステラさんはまあイギリス英語なんで分かるんですけど、その犯人役の人がね、あの Fifty Shades of Grey のグレイの役の人、ジェイミー・ドーナンっていうまあ綺麗なイケメンの人なんですけど、この人がその実はそのアイルランドのベルファスト出身なんですよね。なんでもう訛りガンガンで喋ってるんですけど、マジで何言ってるか分からん、英語字幕つけんとマジで何言ってるか分からんくって、そう大変でしたね。でこの Fall っていうのがワンシーズンで完結するやつなんで、合計で17時間です。はい、であとまたちょっと古いのになってくるんですけど、 The 4400 っていう4400人の過去数十年にわたって失踪した人たちが、ある日突然レーニアさん近くの湖畔のところで光るなんか球体の中から出てきてみたいな、でその戻ってきてきた人たちはそれぞれなんか特殊能力を携えててみたいなやつ。結局あれって打ち切りになったんかな、途中でなんかめっちゃ中途半端なところで打ち切りになってたはずなんですけどね。これが全部で1日と21時間。で次アンドルドーム、あのドームっていう、これもまあちょっとなんか異世界系の、ある日突然ねその街だけがドーム状の壁、なんか透明な壁で外界から遮断されてみたいなやつです。ちょうどそのドームのその断面みたいなところに立ってた牛さんがね、綺麗にこう半分になるんですよね。それグロいんですけど、これ見た人ならわかると思うんですけど、たまに若者が痙攣起こすんですよね。なんかピンクの星が降ってくれて、ピンクスターズアフォーリング、ピンクスターズアフォーリングつってね、あと痙攣するんですよね。それがちょっと草っていうね、ちょっとおもろいっていう。これも完結するまで見てないな、途中で打ち切りになってたか、Hulu に続きのシーズンが更新されなくなったかちょっと覚えてないですけど、これが合計1日15時間ですね。あとは Manhunt っていう、あのこれも Netflix のシリーズかな、あの実在したユニバーバーっていう、まあ、IQ めちゃめちゃ高い爆弾犯ですね、をなんか FBI 捜査官が
を捕まえるために追い詰めていくみたいな話なんですけど、まあね、うちの好きな FBI もんですから。まあ実際に起こった事件なんですよね。その犯人のセオドアっていう人はほんまに超天才やった人で、彼なりのなんか哲学があって爆弾を送りつける人を選んでたりするんですけどね。 FBI 捜査官との攻防戦とか、裁判に持ち込むというのなんか心理戦やったりとか、そういうのがやっぱり面白かったですね。でこれあの1シーズンで完結なんで合計で8時間で、これを全体も合計してみるとですね、3384.65時間っていう。これはね、さっき言った寝てる時間以外英語に触れてる環境に置き換えたとして、1日を16時間でカウントするとだいたい211日ってことになります。じゃあまあ留学生とかその現地で働いてるぐらい、学校とか職場でのみ英語に触れる環境をやったとしたら、だいたい1日8時間としましょう。それで換算すると423日っていうことになります。まあ1年ちょい、1年半ぐらいかなっていう感じです。あ、割とそんだけって思うかもしれないんですけど、今挙げた作品の中で要は上級者レベルに達してから、そのリスニングと読解が全く問題なくなってから見てる作品っていうのも結構あるんですよね。リスニングになれる文章もスラスラ読めるようになってくる段階っていうのはもうちょっと前の段階で訪れてくるはずなんですよ。うちがまあ覚えてる限り英字幕で見たものを換算してみると、16時間計算でだいたい69日分、8時間計算にすると138日分ぐらいは英語に慣れてから見てるものなんですよね。ってなると、まあだいたい現地でまあ英語に触れる時間が8時間ぐらいの生活をまあだいたい1年続けると、全く不自由なくリスニングとか、まあ、英字書読めたりとかっていうレベルになってくるのかなって思います。意外とその英字幕で見始めたやつの作品少ないやんけって思うと思うんですけど、 YouTube の動画入れてないんですよね、この中に。うち YouTube やと字幕も基本的にないですし、生成されてる字幕とかもほとんど見ないので、うちしかも下手にゲーム実況とか見てるんでね、普通に1本あたり30分40分の動画をもう何十本何百本と見てるわけなんですよ。なのでもっともっとうちは英語に触れてるんですけどね、ほんまは。どうですか、今皆さんが普段ご覧になってる海外ドラマとか YouTube とかの量と比較してもらって。結構長いでしょ。結構長い道のりやと思います。ただうちも若い時、20代前半の時とかって飲食1日13時間収録とかで働いてた時があるんだよね。そういう時ってやっぱりそんなに時間って取れないですけど、やっぱりまあどれだけ聞くかなんですよ。どれだけね英語に触れて語彙増やしていくかっていう話なんで、それに割ける時間は多ければ多い方が上達がより早くなるっていうことなんですよ。なんでね、レベルによってね、このレベルの人はどういうものに絞ってみた方がやる気が保てるよとか、初級の人はこういうことに気をつけたらいいよっていうのはね、前回の動画で話してるので、そっちの動画見逃してる方はぜひね、そっちもご覧になってください。 Alright, thank you guys so much for watching. Make sure to subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video. Bye. Kinnick, 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 kinn